まあ一応検査はねして私花粉ではないんですけれど、ちょっとハウスダストとかホコリとかそういうのには反応してしまうんですけれど、ホコリっぽいってことだろ、え、そういうことそういうのにはねちょっと反応してしまうっていうのは、まあ数値的にはね低いんですけれど、それがあったのでもしかしたらちょっと後でお掃除しときますね、はいということでね、ちょっともしかして鼻声に聞こえるなんていうコメントも結構いただいているんですけれど、全然私は元気ですので体調は大丈夫です。皆さんもね体調管理などはしっかりと行ってお過ごしいただければと思います、はいそんなねちょっとお話をしていきましたが、今日は土曜日ということでぜひ皆さん素敵な一日をお過ごしください。ただこれから外出される方は雨具必要になりそうです。それではですね、この後も番組のラインナップから確認していきましょう。うん、なかった今のスタッフさんがあ、やばい準備してなかったってことだったのでここ構成には書いてある構成には鼻声につられたおかしいな、ちょっと構成には書いてあったんですけれど、では続いての構成ということで、お天気確認していきますアイコンで確認していきましょう